チャオ、あっちゃんです。今日1月の5日、あっちゃん初詣行くのにね、朝ごはん食べて行くのに、まだ今ほんま起きたて眠たい顔してるやろ。あれ食べます。昨日のクリームシチューとパンで食べます。はい、クリームシチューとね、パン白かけ、パンがね、ないねはい、昨日ね、パン買ってきてクリームシチューで食べたから、もうパン残ってないね、1枚しかなかった、3人で分けたのということでね、まあ、子供はね、食べ終わって頑張ってんねんけどね、あとお着替えして、ね、初詣行きましょうということでね、とりあえず食べましょう。うん、おいしい。2メートルの大根って、うん、美味しい。うん、今日はね、三輪神社みんなで参拝行くねんけど、うん、やっぱりね、初詣年にね、最初はやっぱり地元の神社に行ってから、今年元日にね、で三輪さん行くねんけどね、いつもね、4日ぐらいに行くんだけど、人がやっぱり多いのは多いね、4日の日でも。かなり、ね、少ないっていうか、昔ね、元日に行ったんやん。なら、もう、山道から歩かれへん。ね、もう神様にお参りすらすのができへんぐらい、もう人でごった返して。ね、あまりにも人が多すぎて、これはちょっと、いらん役も開いそうやなと思ってね。それから、元日に行くのやめたんね。で、それはね、昔々まだ、みっちゃんが元気やった頃。元日に行こうか、言うて。で、元日に行ってたんよ、結構。とか、二日とかに。もうほんま元日二日か、その三が日中に行ってたんね。で、あまりにも美和さんが混むもんやし、で、あそこ行ったのに、飛鳥の方の神社行くようにして、そこ人少ないからね、そこ元日に行っても、そこもね、飛鳥も、新益神社って言うんだけど、神主さんがいてなくて、神事もしてなくて、人もほとんどいてなくて、おって2組、3組ぐらい、おらへんとしてたら誰もいてね、神社見つけて、狙って行ってたね。もちろんうちの近くの秋神社もそうやねんけど、その頃まだ地元の秋神社行ってなかった。うん、みきちゃんが地元も行かなあかんよっていうことで、地元の神社行くようになって、んなら地元の神社もね、人が誰もおらへんし、すごい厳かでね、いい気がしてた。それ以来、うん、地元の秋神社行くようになってね、うん、で地元秋神社行くようにしててね。で、美和さんはその後ね、4日とかに行ったらちょっと人がはげてたのね。で、参道にはまあ人多いねんけども、今までみたいにも動けへんぐらい困ることはない。だからもう4日過ぎに行こう言うて、毎年4日に行ってた。今年初めて5日に行くねんけどね、うん、やっぱり三が日を避けるとそんだけ違う。今年も5日が土曜日やから、まあ、人多いかもわからへんねんけどね、一回ちょっと5日に行くってどんなもんかっていうのも見てみたいしね、うん、人が少なかったらもうね、ほんま5日とかに行こうかいいかもわからへん。結局ね、神社参りするので、人が多い神社よりも人が行ってない神社の方がいいしね。で、やっぱり人が多かったらいろんな お参りお願いしに来て役を落としていく、その役を拾うって聞いたから、神社参りはね、もう人が少ない方がいいわと思うんだ。皆さんはね、いつ行っても神主さん、巫女さんがおって、うん、ね、華やかなところやからね。だから平日行っても何人かは人いてる、うん、これでもあっちゃんに結構ね、やっぱり美和さん行ってお参りしてたら人払いがあって、
もうお前に行こうと思った人がいてないパターンが多いからね。ただ正月に行くとどうしてもそんなね人払いを吐けるどころかも人が多すぎて向いてるからねんけどね。あと神社参りね、まあ、初詣だけに限ったことじゃないねんけども、初詣ってみんな結構大事で行くみたいやけど、そうじゃなくね月に1回ね日決めて行くってすごくいいみたいでね。だから月並み祭祝で1日15日に美和さんはあのお祭りしてんだけども、もう最近月並み祭もね派手さがなくなってきて、露天商もねもう少ないねポツンポツンしかないんだけど、あっちゃん子供の頃、ね、おばあちゃんにも連れてもらっててんけど、その時月並み祭1日15日はもう参道あの初詣の時と変わらんぐらいお店が出て ね人も多かったんね。でバスとか JR とかもね、 JR ももう臨時でなんていうの窓口開けたりとか、増便で今2両しか走ってへんねんけどね、なんか4両編成になったりとかね、と臨時のバスが桜駅から臨時バスが出てたりでね、結構派手やったね。人もすごく多かったんけど、最近も1日月並み祭でもほとんど人いてない。月並み祭でも駐車場全然止められるし、駐車場もただやね。昔は駐車場お金いったんちゃうかな、今ただになっててね、そんなに車おらんか、車も普通に止められるし、うん、ねんけどね、うん、でもねやっぱりねその月並み祭の1日15日に行くってすごい大事やったり、そうか第一最近仕事してたら休まれへんから第一日曜日に行くとかって決めて毎月1回行くっていうのはすごくいいらしいねんけどもね。で毎月1回行って毎月おみくじを引いて月の指針を、もらってくるとか、ね、お参りしてお願いするんじゃなく感謝を述べる、うん、でっていうのが一番いいらしいね。で感謝を述べてやっぱこうなりたいって自分の誓いだからね、健康にいさせてくださいっていう気持ちをね、健康でいたいです、健康に注意しますってこう誓うっていうのがいいらしいねんけどね、うん、またそれもねまた今後そういう神社のお参りの仕方とかもお話ししていこうかなと思うんだけどね。神社のお参りの仕方ってそんな堅苦しいもんじゃないねん。だからもうラフな格好で行ってラフに行って、ね、神様に顔を見せるっていうのもすごく大事で、だからおじいちゃんおばあちゃんの家に行っておじいちゃんにおばあちゃんに何をするわけでもないね、なんだ盆正月にね実家の里帰りする時でも結局元気な姿を見せに行く、それと一緒で神様にも元気な姿を見せに行く、でこれからまた次来るまで元気で行きますよって誓う、それが大事らしいねんけどね。まあそういうとこね、ちょっとまたね、あっちゃん流っていうか、あっちゃんとこもね、やっぱり新関係やし、いろんな、こんなん諸説いっぱいあんねん。神社行くときは清掃で行かないといけないとか、神社は別にそんなラフな格好でもいいとか、神社ではこういう作法で拝まないといけないとか、神社の作法なんか何でもええねんって、神社は行けばいいねんとかね、そういう作法がいろいろあんねんけどもね。まあ、あっちゃん流のねそういう作法ってことだけど、神社行く心構えみたいな動画も今年ちょっとやろうかなとは思ってんねんけどもね、こういうのってほんま人それぞれ、人それぞれ宗派ってことないな、まあそういう考え方それぞれやねんけどね。まあそんなこんなでねまた今年も神社いっぱい行って、ね、その神社行くのも、うん、もちろん手を合わせに行くっていうのも大事やし、で、動画の撮影兼ねてロケ兼ねて行く、でそれがな、なんていうのかな、不謹慎なのかどうのこうのってなるけど、そうじゃなく神様っていうのは来てほしい、人が来てほしい、いや派手にしてほしい、だからひっそりした神社って悲しげでしょ。何かって言ったら神様が悲しんでんねん、みんなが来て盛り立ててほしい。社務所って言ったら今で言う、クラブ、ちょっと前で言うディスコ、そんなもんやね。だからなんでそんなおかしいわと思うけど、じゃあなんで盆踊りを神社でするの、神社で踊ってほしい、そうディスコやねクラブやね、で若者が集ってわーわー騒いでお酒飲んで暴れて踊って、それが神社やね。で社務所っていうのはみんなが集まる控え室みたいなもんやね。そういう考え、だから昔寺小屋とか子供が集まって紙芝居大会とかも神社の社務所であってね、結局人が集まって華やかにしてほしい、それが神様の願いやってあっちゃうね、聞いてんね。またこんな話していきたいと思います。はい、今話してしまうとね今後のネタが全部なくなっちゃうんで、はい、ということでね、あちゃん今日はちょっと三輪神社に初詣行ってきます、はい、ということで今日この辺で、今日はこの辺、じゃあ今日のあっちゃんの朝ごはん、昨日の
濃いシチューラクレットチーズで食べました。これでね昨日食べて今日食べて終わりました。はい、10人前やね、あれちょうどね、鍋で2つ、3人で2回で終わりました。美味しかったです。ごちそうさま。あのラクレットチーズやっぱ2日目も美味しい、2日目の方が美味しいかもからね、こういうのもね。はい、ということで今日1月5日、あっちゃん、飲み輪神社行ってくるんで、この後お着替えして準備して行ってきます。ではまたね、バイバーイ。今日のあちゃんの朝ごはんラクレットチーズ、2日目のラクレットチーズ濃いシチュー、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。